こんにちは、のりたろうです。本日はビッグニュースが飛び込んでまいりましたので、緊急で動画を撮影しております。私たちのようなコイン投資とかコレクションしている方がコインを売却した際に出る利益に対して、私は今まで納税は義務で脱税したら逮捕されるのかなと思ってたんですが、どうやらそれが財務省トップ公認で任意だということが分かったというニュースです。まあ、こんなポスターまであるのに、まあ、意味不明ですよね。私も意味不明なんですが、まあ、この内容を詳しくご説明したいと思います。まあ、昨日ヤフーニュースに掲載されたフラッシュのこの記事をご紹介したいと思います。2024年の2月22日衆議院予算委員会、まあ、公の場ですね、で鈴木財務大臣、つまり財務省のトップからとんでもない発言がありました。まずは大臣への質問の趣旨はこうです。自民党の党派閥政治資金パーティーの裏金問題が議論された中で、収支報告書に記載されていなかった収入のうち、政治活動に使わなかった残りの額を個人の雑所得として確定申告さらに納税するのかという趣旨の質問がありました。まあ、これは普通の質問です。政治活動に使わなかった残額というのは政治資金ではないものってことですから、雑所得なのは当然のことですね。でこれに対して財務省トップの鈴木財務大臣がどういう答弁をされたかと言いますと、使い残しがある雑所得で控除で引ききれない部分があるという判断の中で納税をする方が可能性としてはあると思うと、まあ、この時点でえってなりますよね。ということは納税しない可能性もあるということですか、ということですね。つまり納税をする方が可能性としてあるといった時点で、納税は義務ではなくて個人の判断の余地があると言っているわけです。まあ、財務省のトップが自ら納税は義務ではなく任意だと言ったわけです。まあ、これは驚きですよね。そして続きです。疑義が持たれた政治家が政治責任を果たすという、そういう観点から判断されるべきものであると思うと答弁されたわけです。ここでも責任を果たす観点から判断されるべきということで、もう一回納税は義務ではなく個人の判断で任意と言ってるわけです。まあ、大事なことなので二度言いましたよみたいなことになってます。まあ、なかなか笑えますよね。まあ、そしてさらに国会議員と一般の納税者で取り扱いは一切変わらないとも答弁したということで、なんと一般の納税者も納税は任意ということらしいです。まあ、呆れて物も言えないというのはこのことかなと思います。まあ、通常自分で事業されていない方はこういうコインを売った際の利益っていうのは雑所得になるわけで、つまり鈴木財務大臣の質問にあった政治活動に使わなかった残額と同じ扱いですよね。つまり政治活動に使わなかった残額なわけですから、まあ政治資金ではなくてどう見ても雑所得と、コイン売った時の利益と全く同じということで、つまりそれは納税するかは個人の判断で義務ではなく任意というとんでもない国会答弁を財務省のトップがされたわけですから、もう日本は完全に終わりました。もうこれはもうご愁傷様と言うしかないですね。この国税庁のポスターよく見てください。これがつまりこういうことです、ね、査察官は見逃す、脱税は任意ということで、今回のお話は以上にしておかないとこれは文句しか出ないので、この辺に押さえていこうと思うんですけど、それでも逮捕されないなら私たち有権者が税務署に文句を言いに行くのではなく、選挙で意思を示さないといけないと思います。なので選挙で投票率が低くなると、もともと組織票のある自民党などがただ有利になってしまいますので、絶対次の選挙には行きましょうと。そして
まあ、白票を入れるのも選挙に行かないのと同じなので、どっかに入れてほしいですね。でどこの党の人であれ、まあ、消去法でもいいので、こういう裏金脱税議員以外に投票するということは大事なことなのかなと思います。ということで皆様、いいねボタンや動画の拡散よろしくお願いします。これが納税が2位になったというビッグニュースです。まあ、そんなことはないんですけど、そう言ったっていうことなんで、おかしな話です。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。自分の資産は自分で守りましょう。ご視聴ありがとうございました。